はい、さて、えー、それではですね、今日は、えー、ちょうはいえー、2019年向け論文・過去問・分析講座のプロモーションビデオ、えー、これ、行ってみたいなと、うん、このように思います。ね、プロモとといいうことでね、えー、はい レック専任講師の宮口です。えー、どうもこんにちはこんばんは、えー、おはようございますはい。で今日はねあのー、まあ論文直前系のね、えー、主事講なす講座の一つです。論文過去文分析講座ということで、えー、お話をしてみたいなとあこのように思うんですね。であのー まあ、パンフレットもね、まあ、今ちょっと、まあ、仮の状態だからね、まあ、ちょっとイメ,ージイメージぐらいちょっと出せるかな、まあ、こんな感じでね、えー、深緑系のなんかあ感じです、ね、それのあ、まあ、20ページぐらいに、ね「論文過去問分析講座」というものがございましてねえー、まあ皆さんね 論文各問まあどのように、えー、お考えでしょうかね。まあ私はこれ必要条件だと思ってますよ論文各問をあのやらずしてまあ受かる人はまあゼロゼロじゃないかもしれないけどほとんどゼロに等しいんじゃないでしょうかねああそのように思ってますねでねこれはあのー あの銃弾分類編と再現討分析編というのがあるんですよ。でねえー、まあ特にこの,再現と分析編いうのは面白いですよ、うん、あの銃弾分類編はねまあ,あ銃弾爆撃みたいな感じですよね。要はあの孔子泣かせの講座っていうかね。 いいやいや皆さんにとってはいいんんですよ皆さんにとってはあの非常にいい小座なんですがあ甲子かせの銃弾爆撃機って感じです先生それどういうことですかと、えー、じゃあ言いましょうか、ね、ここにテキストがありますこの銃弾分類編とやらのこれねすごいんですよほらちょっと目次あるええー、これねこれだけじゃちょっと分かんないですよちょっとねこれなんかああこれほら作品見てみると分かる。 これね、こんなにたくさんあるんですよ。えー、見てください、ほら、こうこんなにえー、みたいな、うーわーみたいな、えー。だからこれね、十年分乗ってるんですよね。あだからね、要は十年分をね、たった二箱までやるんですよ。 いやーだからこれ 2, あ2コマというのはあの特実2コマ意証商標で2コマやからねまあ特実2コマじゃないですかこれを10年分ああの2コマでやるとこれはねあれですよ格子の力量が問われるんですよ、えー、これねあの普段のゆっくりしたペースで教えとったらね絶対に終わりませんあ,、まあだからねこれもものはっきり言いますこれ。 教える方に相当なこれあのそのぐらいね高難度なあ教える側にとって高難度な講座なんですよ。えー、それをねもう私あの十段分類編少なくとも特日はもう終わってるんですがもうね神業のごとく終わってますから、えー、もうピシッとまあ1分ぐらいオーバーしたかな。うん 1>, 1分か2分ぐらいオーバーしましたけどンピシに終わりましたンピシは歴史上の人物ですけどね、えー、まあそんな感じですかねうんそれでえー、っとねちょっと適層見せますわ銃段分類編のねこんな感じほらあの問1、えー、だけどさ、えー、距離通応答パターンねで例によって俺蛍光ペン使うからさ あのー、そうはね蛍光ペン何色が必要かと言われると、えーまあ、見せときますか、ねはい、ピンク赤オレンジ黄色緑青紫が必要になってまいりますんでね、えー、で大体ね紫ってやあの青と紫って悪いやつなんだよほらこうは新規な、あのーね、化合物 A を発明し えー、平成、えー、19年の4月2日に東京都内で開催された研究集会において発明をね発表したと。新規、うん、ないじゃん、はい、で今度はねあの紫のところちょっと見てほしいんだけどさ在外省通はここから破損について特許を受ける権利を譲り受けることなく。 について特許を受けようとして、まあ、平成19年6月に事故の名前を発明者とするわうそ800やねであの特許さイ Y1 を P 国にしたでその後オーツはね発明について19年10月1日にね出願前に基づくパリ有を適法に主張して Y2 をしただからこれも起訴がダメな出願やから主張性もダメな出願ですよ暴人出願ですねええー、で直接事故をね あ俺が、あのー、で囲ってるこの場合に Y の審査において審査官が通知すると考えられる拒絶理由、はい、複数ある場合には複数その理由を説明せよと。でなおあ上記いずれの出願についても所定の記載要件満たされておる。ね、y にかける優先決勝を取り下げられてない、ね、それはまあいいことやからね。もうほら分かりやすいやろこれ新規制なし。ええでもほら 青で塗った分二十九条一個一語やね。研究集会で発表やから、まあわかりやすいようにね、わかるように発表するわけやからね。公然、あ、公然知られたになりますよ。うん。はい。公然実施ではないです。公然知られたですね。で、紫はほらあの受ける権利をね、あの譲り受けることなくって言っちゃるわけやから。ね、えっと。 あ上上下やねえとねと、はい、特許を受ける権利をね譲り受けることなくて言っちゃるけええー、まあだからあの棒人だわなはい、えー、ほら49条7号ねほらこんな感じで進めてくれよえ先生そらいいんだけどうあれは答えあのいや答え中ちうか全文書きはそう全文書きついてるよええー、一応ねほら 全文書き答案といいうのもついてるからちゃんとただ俺はこの講座はねあの答案構成というか大把握の訓練をこうあの短時間で回す、えー、そこに主眼が置かれてんだよ。でからねこの講座っていうのはあの言うなればねも私もたった2コマで10年分を教える言い換えれば皆さんも多くの問題を短時間で回すこのための講座だと思ってください。 ええ、そんなのん,べんだらりとのんべんだらりとゆっくりとねやってる場合じゃないとただね中にはっとゆっくりやりたいという人もいると思う、ね、それはちょっと別の講座であるからあの理想と現実みたいなねあ,のありますよ論文書去もあれ21年分ですこれ10年分21年分のしかも答案も2種類ね、えー、理想の答案と現実の答案あのフルバージョンをしっかりやり,やりたいという人はそっちの 講座の方が向いてる、ねえー、こっちはもう、あのー、一言で言うとどういうことを言ってるのかみたいなところをこう捉えつつもうドライブ回転で次から次にこうやっていきたいと、まあ、そ,ういう人そういう人向けだな。ええー、分かったこんな感じでやっていくから。だからこれはあくまで参考やねこのフルバージョンはね。ああ 参考までに、はい、そして、えー、っと合格体験記みたいなのもついてますよ。うん、ほら KT さんとかね KT ペリーじゃないけどね、はい、合格点の基準が見えたことで肩す,すかしじゃない肩の荷がおりました。はい 本試験の再現答案が得点とともに掲載されているテキストは論文の書き方を学ぶ上で非常に参考になりましたこれを見るまでは模範答案のような完璧な答案が書けるようにという思いが強かったですがこれぐらい書ければ合格点がつくのかと知ることはでき型の荷がおりましたそう安心するともね安心材料だねええー、はいじゃあこの何 ?ty さんああそうええー 横山徹さん、まあ、適当に言いますよ今ね適当に「論文過去問分析講座では過去問が、えー、っと細かい説問ごとに分解されそう分断されてるんですよねパターンごとに分類されて取り扱われていたので苦手な分野を集中して繰り返すことができました私は論文対策として過去問の模範等を書き写しえー、あのキーワードとなる傾向 箇所を稽古ペンルにその箇所を暗証して口述できるかどうかという勉強をしましたがあの便利試験の手段範囲との膨大な知識量の中から特に重要なキーワードを抽出するのにこの講座は非常に役に立ちましたとまあさっきも言ったように逆にね端的にやるからいいんですよええむしろ全文でやるよりねはいで次この人は何ね SI さんうん 論文2年目で不合格となった理由が分からず合格者不合格者のあ答案を読みたいと常々考えていましたが掲載されている答案と自分の答案を読み比べたところ自分が問題に対する答えを書いていなかったことと合格者が書いた項目をあの自分が書いていなかったことに気づくことができました。まあ、やっっぱり合格者ってて書書くべきことを書いてんだねだねからさ TY さんはどちらかというと段分類編の感感想を述べてる感じだよね、うん、でこの KT ペリーさんとその SI さんはあのどちらかというと再現答案分析編、うん、こちらの感想を述べてるなという感じでしょ。うん、まあ3人しかいないからあれだけどまあ2対1で再現答案分析編の勝ちじゃないけどね。 やっぱりこの講座の特徴ってあの再現答案分析編にあるかもしれない。というのは「十段分類編」っていうのは,うのはまあなんていうかね、えーまあ、模範答案じゃないけど、まあ、現場で受験生が書いたレジュメじゃないわけですよ。えー、ところがね再現答案はね受験生の書いた答案ですよ、ま、マジあのもう本当にこう、えー、現場で書いた答案ですよ。 だからねええー、こんな間違いしてても受かるのみたいなあ,あのそれはどうしてなのかっていうところをね、えー、解説していきます。ね、でやっぱり点数もついてるんであのまあ同じ合格答案でもそのすごい高い点数の人もいれば。 ギリギリの点数で受かっているる人もいるわけ実際、えー、で、そんな時にね、まあ、実際答案を見て、えー、この答案は量が少ないからまあ55点なのかな、えー、すごいいっぱい書いてるねだから67点なのかなっていう見方もできるかもしれないしあるいはその逆でたくさん書いてるけど流れが悪いからこれは55点ぐらいなのか量は少ないけども あの流れが素晴らしいと U ターンすることなく読み進めることができる答案だとならば点数はいいはずですね、うん、68点とはつくかもしれませんねまあそういったところが分かる講座なんですよ。ええー、だからあの従来のね模範答案を、えー、もうやる モハンタこを見て読んでいくそういう講座とは打って変わってますからね結構斬新かもしれませんまあそういった意味ではまあ論文各問対策の決定版と言っていいんでしょうか、ね、たださっきも言ったようにねフルバージョンの答案はやりませんのでこの「十段分類編」ではねあのフルバージョンやりたければその理想と現実という方をやった方がいいです。ね えー、もう時間がないんだっていうあれはねまあ15コマぐらいかな2時間かける17か、うん、こっちはほらああの3時間かける6だからねえー、まあそのまあ値段値段的なところとまあ時間的なところがコンパクトですよねえー、まあそういう講座ですわねえ、はい あっ値段するんだけどさあのほらなんかパックで申し込むと安いわこれ、うん、ほらなんかね論直パックみたいなのにすると安いね一般だとこのぐらいの値段ですけどねえー、そんなところですわはいじゃあ皆さんねえー、まあ私もね まあ皆さんの合格を心より祈っております、ねえー。そのためには何をすべきかということですよ。自分でね、ああだこうだ悩んでるぐらいだったらね、まあ講座を受けることによってね、講座を受ければ嫌おうほなくですね、進んでいくわけですから、そうでしょう。それにつられて勉強をするというね、ことができます。独学だとね、 なかなかどうして前進しませんよ。うん、特にあのこだわりの強い人はね、本当にこう進みが悪いんです。それじゃやっぱりね、受からないなと思いますんでね。まあ口座を利用してドライブ回転をかけていくというところで、あの合格をね勝ち取ってほしいなとこのように思います。はい。それではね、えー、今日はあの直前。 えー K、の論文直前、K ね、それの、えー、このあら <laughs> 論文過去問分析講座、えー、重段分類編と再現答案分析編これについて、えー、見ていきましたあ説明していきましたはいそれでは皆さんあ講義の時まで、まあ、講義を受ける人は その時までご、ご経営を